どうもこんにちは、七不思議の吉田桃です。どうもこんにちは、七不思議の若見信です。そしてタクです。お願いします。ということで、はい、今回もですね YouTube だけで見られる、限定コンテンツのお時間でございます。なるほど、はい、さあ今回はですね体を使った検証を、はい、やっていきましょうということでございます。何ですか今回は。大変なやつですよこれ。これはね結構ね、はい、まあ、失敗に終わってるというか僕の人体実験から始まりなかなかうまくいかないということがありましたが、はい、今回は強いの持ってきましたよ。何でしょう今回。それがですね、今回は足の指に関する検証でございます。足の指。足の指、はい、人間はですね目を閉じて誰かに足の指を触られても、はい、どこの指を触られてるかがわからないといったものがあります。嘘。あ、そうなの。これはわかるでしょさすがに。まあ、この神経っていうのはですね脳に近いければ近いほどその神経の大きさっていうのがあるんですよ。例えば目とか触られたら絶対わかるじゃないですか。わかるわかる。これちょっとでもホコリが入るとすぐわかる、はいはいはい、で指もまあ神経すごい通ってますから、はいはいはい、で脳から一番遠いのっていうのが足の指ですよ。まあ、確かに言われてみると遠いことは、はい、なのでまあ鈍いと言われてるんですよ一番。はい、その反応する場所が一番小さいと言われてます。なので、まあ、触られたかどうかすらもわからないとなるとですよどこの指を触られてるかすらわからない。まあ理論はわかりますけどね。なるほど、はい、ということでこれがじゃあ実際本当の話なのかどうかというのを今回検証してみましょうと、はいはいはい、面白そうですね。はい、じゃあ今回はですね、はい、我々3人が1人ずつ挑戦していきます、はい、こちらに目隠しをして座っていただきまして、はい、目隠しでこっちに座った方に触ってもらって、はい、でそれがどこの指かを当てると。はい、なるほど。今足の親指を触られたとか当てればいいわけでしょ。はいはいはい、で今回ですね、はい、これ見事正解できた方、これ相当自信ありますから僕。正解できた方、何ですか。ご褒美があります。マジで。マジか。何ですか。まあちょっとそれは正解してからのお楽しみですか、ね、おいおい発表。まあ、なんかちょっと聞くところによると、としこちゃんの何だそうです。いやエロい顔してた。わからないけど、ね、頑張りましょう。じゃあ、じゃあ誰からいきます。じゃあモモさんいきますか。僕から、はい、はいはいはい。いやでも多分今日あれなんですよね。今日ちょっと1個だけ懸念点があって。何でしょう。気温が高いんですよね。ああ確かに。ちょっとだいぶ汗かいてないですか。そうね。そうなんですよね、はい、汗ちょっとかいちゃってるっていうので足の裏とかもね。足の裏もだいぶ汗かいてる可能性ありますね。革靴なんでね、はい、すごい蒸れてませんか。はいはい、まあ、蒸れてはちょっといますよね、まあ、これ裸足になるんですよね。これね、まあまあ、また恥ずかしいことにちょっと穴が開きかけてる。おお、これ恥ずかしい、ね、久しぶり見ましたね。すいません本当に。あとその色の靴下買う。いや買うでしょ。いや別に。いやありますよこれは。いいだろこれ絶妙な色じゃん。いや、まあ、ある買うだろこれは別に。いやでもよう見たらもうどこに売ってあります。でしょこの靴下3足300円で安かった。安っ。あこれ分かる分かる。だって自分で触ると分かるもん。あそうです。自分で触る分は ね、そら自分で触ったよって脳の信号言ってますから、はい、触られたとなると難しいですよ、はいはい、目隠し似合いますね。あね、ありがとうございます。じゃんけんします。最初はじゃんけんぽん。はい、足上げて。あ、え、あ、思った以上に足がちょっとこんなことある？こちらがあのあれです。こちら、はい、短っ。それでは吉田モーモーさんのチャレンジです。ノブさんお願いします。はい、ちょっと埃ついてます。埃ついてる。埃ついてる。埃はつくでしょ。埃が1、2の3ですね。埃ってそういう単位で数えるの。埃が3でした。いやいや関係ねえよ、はい、関係ないでしょ埃が3ってのは。埃が3で、はい、あと足の爪切らないやつですね。あ、切ってやってるこれや。まあまあそういやいいそれはごめんなさい。足の爪が5、ね、足の爪が5、はい、いやそれ5、はい、それは5でしょそれ当たり前でしょ。あちょっと肩凝ってますかやっぱ。え、肩凝ってます、うん、肩凝ってますよ、うん、ここら辺内臓系なんですか。大丈夫ですかこの辺は。あー気持ちいいですね、うん、お痛くない。うん、うん、大丈夫です。あ、じゃあ、まあ、お酒は普段こんなすごい量を飲むわけじゃないんですね。おお、首とか肩。早く指触れよ。それ何なんだこれ。指触るやつでしょ。ありがたいけどやってもらうの。ここはここここここは。ああ気持ちいい気持ちいい。ここ、うん、
ここ大丈夫ですか？大丈夫大丈夫です。結構健康、ね、結構大丈夫ですね。大丈夫ですよ今日は。いやお疲れ様。診察とかに来たわけじゃないから、健康診断来たわけじゃないですから。7,800円です。いや高えな、また保険聞かねえのかここ。自由診療です。何割負担だよ。ちょっと頼みますよ。自由診療なんでうち。いやいや当てますから。じゃあ行きますか。はいはい。じゃあ行きます。はい。え？さあどうですか？え？今触った？触りましょう。もう一回触ります。うん。あーどっちだろう。おーうわーすっげえ難しいこれ。いいですね。触りましたよ多分。うん、足も中指っていうのかな。ほう中指。うん残念。ほら中指じゃない。私が触ったのは、はい、足の薬指です。え、そこ薬指？ え？ちょっと待って。怖い。そこ薬指？怖い。怖い。いや、マジで分かんないって。怖いって。え、ちょっとこれは、いや、親指かな。おー、うん、ほら、うん、分かんない。あ、これ分かんない。これはそこが分かんないんだよ。え？ちょっと分かんない。ちょっと分かんない。分かんない。結構分かんない。あ、じゃあやっぱ分かんないんですね。やっぱりこれは俺は不正解。不正解。あ、なるほど。わー、そうですか。没収でございますね。わー、なるほど。じゃあ次のぶさんいきますか。いきますか。やっぱり靴下って油断しますよね。だってそこを映るって思ってないもん。僕、はい、冷え性なんで、はい、スーパーハイソックスなんですよ。これ恥ずかしいですね。冷え性なんだ。スーパーハイソックス。すげえ長いやつ。これは恥ずかしいですね。お、なんか足の指の神経すごそうですね。結構自由自在ですよ。はっきりと動かすことによって。あー、なるほど。感覚をね。そうどこ。いやいやいや、いやこれ分かんないよ。無駄ですよ。どんどん鈍っていってますから。はい。ほらもう怖い。もう怖い。お店来たんかお前。なんかあるんですかそういうお店が。なんかはい。でーって見えへんこといいことで暴力はやめろ。では、はい、大狼のぶさんのチャレンジです。はい、ももさんお願いします。ね、どっち。どっちよ。来た来た。あ、これすごいな。ちょっともう一回いいですか。これマジでどっちかやわ。お、二択。はい、わかりました。はい、私の触られた指は、うん、足の中指です。ほう。じゃあちょっと目隠し外していただきましょう。はい、はい、じゃあももさん、はい、正解の指触ってください。はい、正解の指は全然違います。これわかんないでしょ。え、僕はもう指さすのすら許さないですから。後ろ指刺されるとかあるじゃないですか。はい、はい、ありますよ。もう僕神経を尖らせすぎて、うん、歩いてて後ろ指刺されたらこう気づくんですよ。うん、触れてもないのに僕気づくんです。うん、ごめんなさい、これ何言ってるかよく分かんない。いや、いい加減にしろよ。いい加減にしてくれ。だから分かると。はい、絶対分かると。でちょっとね、座っていただいて。ちょっと心配なのが、タックさん恥ずかしポイントないのかな。はい、足がくせえっていう、可能性ある。いや、僕ちょっと今日靴を変えたんですよ。はい、思いのほうがちょっと締め付けがすごくて。なるほど。とんでもない汗かいてるんですよ。うわ、え、ちょっと匂ってもらってもいいですか。待ってくれよ、なんでだよ。一回嗅いでもらっていいですか。本当にちょっと恥ずかしくて、本当に臭いと思います。これ先に言っときます、すいません。じゃあ嗅がなくていいじゃないか。臭いのが分かっているんだったら。やっぱりそれちょっと確かめたいんで。触らせるのもどうなのかみたいな。だからそのね、臭かったらね、やるやらない以前にその臭いともう話にならないじゃないですか。正直に言ってくださいね。本当にちょっと臭い、はい、臭いと思います。僕臭いかなと思ってるんで。いや、もうめちゃくちゃ湿ってますもん。湿ってる。はい、ちょっと結構汗かけなんですよ。じゃあすいません。すいません。臭いでしょ。あ、これ嘘。マジで薬指が臭い。
足の薬指が臭い。そう。どうぞ見てください。だめ。これ何のコーナーなの。嘘でしょ。だからもう、くせもう指どころの指どころの騒ぎじゃないんで、足臭いぞ。足がくせ。もう辞退していい。あ、そうだ、あれね、目隠しをね、はい、これちょっとつけてね。これちょっと元でもらえます。やめてよこれ。なんだよそれ。これでこう痛い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 臭っちょっと待って臭いからあなたのでしょメイドインあなたのだよ臭いからっておかしいいいからこれはね、ちょっと目隠しね目隠しましょう、はい、目隠しましょうはい、これねはい、こっちもねいいよ、2つ抜かないっていや一応ね、はい、ちょっと合わせてね、はい、これでもうわからないで、足を、はい、足を置いていただいて、はい、じゃあ行きますか。でなんか黒いのがなんか足の親指の爪に黒いのがなんかちょっと待って職人の手みたいになってる。足使うなんかやってます？なんか職人のなんかやってます？職人さんの指。ね、あでもはいちょっと剣道やってたっていうのありますね。ああ、はい、そうか。爪はいっぱい割れてます。そしてそれでだ。そして臭いです。はい。じゃあちょっと目隠ししていただいて、はい、で行きますか。はい。はい。え？触りましたね。触りました。触りましたね。は？ちょっと、はい、今2箇所触りませんでした？え？はいはいはい、今触りましたよなるほど、これは分かるですよ、ね、ちゃんと触ったもんね、そうそう、今ちゃんと触られたのは分かるんですけど、うん、これ難しいですね、はい、ね、難しい、うわ難しいな、そうなんですよ、触ったのは、はい、何指、左足の小指、うん、上げてねえじゃん、右よ、上げてねえじゃねえか、これ難しいなあ、でもあれですね、あでもこれ新しい発見ありました、ね、新しい発見何、あの目隠ししてボケて滑っても怖くない、うん、無敵や、無敵、これはタックに与えてはいけない、これからずっとやっていきましょう、全然その大人の顔色を伺わなくて、これはやばいぞ、はい、じゃあちょっと、はい、マジで当ていきますね、はい、はい、まあ親指からいくとですよ、本数でいくと、うん、3本目、親指も入れる？はい。タクちゃん、はい。取ってくださいそれ。はい、触ったの、ここ正解。お、正解？正解。お、素晴らしい。わかった。でも確信なかったような感じ。当たったんだみたいな。当てずっぽ。いや、これ僕が当てちゃダメでしょ。これでもタックちゃんが一人正解ですからね。なるほど。お、なんだ、救済というかチャンスもありますよ。チャンス。救済なんですか。今ふとカンペ出てたんですけど。あ、なんですか。ちょっと一回外してしまっても、はい、ギャグをやったらもう一回できるチャンスだよ。しんど。チャンスちゃうやん。はい、ギャグ。ギャグ。ギャグ。しんど。なるほど。ギャグっていうのは、はい、受ければいいんですか。まあそうですね。受けなくてもしっかりしてればいいとか。はい。いやこれ受けないとダメなんじゃないですか。受けなきゃダメ、うん、あでもそれで言うと目隠しギャグやっていただきたいかもしれないです。あ全然何のダメージも全然怖くない。オッケー、本当に目隠しギャグ、目隠しギャグ行こう。これすごい発見ですよ。オッケーオッケーオッケー。じゃあ、はい、じゃあギャグやりますね、はいはい、自分に、うん、なかなか自信が持てない、うん、鉄腕アトムやります、はい、10万馬力かな鉄腕だと思う。全然大丈夫ですね。全然大丈夫だと思う。滑り続けてる。すいませんでした。身真っ赤っかよ。大ダメ。ダメ。すごいじゃん。すごいダメージ負ってるじゃないですか。もうすげえショックじゃねえか。なんだよこれ。真っ赤っかよ。なんだよこれ。これえ目隠しダメでした？全然ダメでしたね。あでも今。今でもあの、はい、受けないけど、はい、あのしっかりはしてたじゃないですか。ああそうですね、うん、もう一回チャンスチャンス、はい、いけます。え、うん、え、
ありがとうございます。さあ誰でしょう。え、はい、じゃあ、いや足の指じゃないのこれ、うん、今の誰がやったかってこと。誰でしょう。え、としこちゃんでしょ。なんとなくそんな感じした。マジで、うん、え、そうでしょ。だって後ろからコツって聞こえちゃうもん。ちゃんと耳が機能してますわ。じゃあちょ、はい、え、じゃあ触りますよ。はい、はい、行きますよ。じゃあ大さん、はい、2回目のチャレンジです、はい、お願いします。え、うん、うん、あーでもらこっち側寄りですね。お、こっち側寄りでした。五択、うん、に絞れました今。いや、五択しかないでしょ。あ、わかった。お、真ん中でしょ。お、お、真ん中だ。真ん中、真ん中、お、中指だ、ま、中指でいいですか。中指でいいです、はい、今のは絶対そう。じゃあちょっと一回外していただきましょう。はい、はい、正解、触ったのはとしこちゃんでした。はあ、ありがとう。ありがとうって何で。正解、中指です。あ、よかった。中指ですよね。おお、正解。用意してたご褒美っていうのは、はい、としこちゃんの、うん、マル秘情報です。おお、マル秘情報、マル秘情報、はい、だから僕らはちょっと知れないんで、はい、としこちゃんにあのこれで書いてもらって、はい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 、としこちゃんのマル秘情報をとしこちゃんが教えてくれるっていうやつです。それを一人だけ知れるんですよ。モーモーさんが、はい、ありがとうございます。としこちゃん、僕にマル秘情報を教えてください。え、何、知りたい、マル秘情報なんだろう。あ、連絡先とかありえますね。そうだ、電話番号あるぞこれ、マル秘情報だから。はい、 OK。 何何、はい、じゃあマル秘情報お願いします。ん、あん、え、何何何、オーディションだったら落ちてるよ多分。なんか気になるな。じゃあとしこちゃん、なんか、はい、マル秘情報違うやつあげて、タックさんにお願いします。え、え、知りたい、ちょっと知りたい。おあららららら、お、これはやばいんじゃない。え、やばい、ちょっと放送もできないかもですね。え、そんな、まだ書いて、まだ書いてる音が、まだまだ、あ、来たっぽい、なんか来たっぽい音がした。ええええええ、うっそ、なになに、何何、まあ、何よ、ええ、そっちなの、何そっちって、何そっちって何、うわ、そっちとは思いませんでした。意外なやつだ。え、ちょっと待って、ずっとずっとずっと変わらず、いや楽しそうな、なんだよ、嘘でしょ、え、一回もなんかそう してみよっかなとかならなかった。うーわ、何そういう感じの会話、え、何何、お、いや何個何個か情報出てきてない、なんかこれすごいですよ、これこれ、え、てってれー、分からん、何分からん。まあ最初もちょっと説明したんですけど、はい、ちなみになんでこんな現象が起きるのかと、はい、いうことなんですけど、うん、皮膚の感覚っていうのが脳に到達して、いろんな感覚を認識してます、はい、ただ口先とか指先に比べて、はい、足の指っていうのはその情報をキャッチするのを、情報キャッチする脳の部分っていうのが少し少ないんですよね、うんうん、はい、なのでさらにそこで目隠しをしてしまうと、どこの指を触られてるか分からないと、それで感覚が鈍いんじゃないかとされているということでございます。はい、さあというわけで皆さん、はい、今回検証どうでしたか。そうですね、はい、最初はどうなることかと思ったんですけども、そうですね、やっぱりそのね、足の指どこ触られてるかも分からなかったですし、うんうん、まあいろいろとね、ちょっとね、こう自分的には納得いかないですね。お、丸以上知れなかったんでね。そう、ノブだけ正解してないもんね。そうですね、あ、残念、正解してないんでちょっと罰ゲームというか、はい、それ忘れてました。はい、今僕ちょっと足の裏今温めてまして、あえてちょっとこの辺ちょっと結構激しく歩き回ってみたんですよ。いやー、はい、
ちなみに僕左の方が臭いです。いやいや、そのさ、マル秘情報みたいな言い方したけど、うわきちーってー、すいません、これはいいですね。だいぶこう足見てください。うわちょっと助走をつけていいですか。じゃあいきますよ、はい、お願いします。うわあ、くさい。ちょっと傷つきますね。ね、はい、ちょっと嫌いになりそう。ということで、はい、皆さんいかがだったでしょうか。我々に調べてほしい、都市伝説の種がありましたら、番組の DM にどしどしお送りください。いろんな YouTuber さん、芸人さん、そして僕たちが行くかもしれません。どんな些細なことでも構いませんので、皆さんからの DM お待ちしております。クイギリ。